嬉しい。それやったら二人で一緒に暮らしても別にやれば問題ないじゃん。重岡さんとか預けよう。ねえ。ゆうちゃんに家を預けてもらえるかな。ねえ。ねえ。兄弟がみんな集まった時はとね、なゆうちゃん兄弟が。ゆうちゃんがね、一番恐れてね、うん、みんながみんなゆうちゃん攻撃するよ。お尻とかぐりくよって。だってゆうちゃんが一人だけ女の子なの。いやいや、半々ぐらいだけどね。半々ぐらいで。ほんだけど、ゆうちゃんにみんな来るよ。8匹もあるみんな健在。あ、そうですか。え、どこも悪くなくて。いや。歯が抜けたり。歯が抜けたりね。うんうんうん、この間もゆうちゃんだけどね。歯垢ね、一、うん、人に病院行ったらね、麻酔してからね、うん、悪いのがありましたから、ね、4本抜いちゃった。歯を抜いてきましたからって言ったら、ね、それで何ぐらい取られるんですか。歯は分からんけどね、うちもね、兄ちゃんがね、うん、歯を磨いてもらえとか言ってね、うん、昨日のこと聞いて。